どうも皆さん、ゆずきゆかりです。今日はタイトルにあるように、東北ずんこさんの聞き比べ動画です。この後、ボイスロイド版とボイスピーク版のずんこさんに同じ文章を読み上げてもらいます。なぜこんな動画を作ったかというと、ウプ主自身がずんこさんを購入する際に悩んだからです。すでにたくさんのボイスロイド動画やボイスピーク動画がありますが、その2つを聞き比べた動画が見つけられなかったので、動画にしてみました。これからずんこさんの購入を検討しようとしている方の参考になれば幸いです。上がボイスロイド版で、下がボイスピーク版の東北ずんこさんです。いろいろと機能の差分はあるのですが、動画に使うなら声を聞いてみないとわからないと思いますので、早速読み上げを行ってもらいます。読み上げ文章は、ずんこさんのウィキの紹介文です。なるべくデフォルト状態の声の聞き比べをしたいので、感情やピッチや高さ等の設定は、デフォルトのままにしています。それでは、ボイスロイドの方からお聞きください。能力を持つ生徒が通う、小中高一貫校ふるさと女学院高等部2年生。17歳。誕生日は、10月27日。趣味はずんだ餅作り。特技は、弓道で弓道部に所属している。高校1年の時に、三陸海岸で雷に打たれ、ずんだアローで打った餅をずんだ餅に変える能力を手に入れる。将来の夢は、秋葉原にずんだカフェを作ること。本名は東北ずんこで、ずんこはあだ名であるが、友人や妹にもずんこだと思われていた。ずんだの話を始めると、周りが止めないと、話が止まらなくなる。暴走すると、裏ずんだモードと呼ばれることも。続いてボイスピーク版です。能力を持つ生徒が通う小中高一貫校ふるさと女学院高等部2年生。17歳。誕生日は10月27日。趣味はずんだ餅作り。特技は弓道で弓道部に所属している。高校1年の時に三陸海岸で雷に打たれ、ずんだアローって打った餅をずんだ餅に変える能力を手に入れる。将来の夢は秋葉原にずんだカフェを作ること。本名は東北ずんこで、ずんこはあだ名であるが、友人や妹にもずんこだと思われていた。ずんだの話を始めると周りが止めないと、話が止まらなくなる。暴走すると裏ずんだモードと呼ばれることも。いかがだったでしょうか。ボイスロイド版とボイスピーク版のずんこさんを聞き比べていただきました。イントネーション等は無調整でしたが、文章の自然な読み上げ性能は、ボイスピーク版の方が勝っていたかと思います。ただ、ネットを見ていると、ボイロ劇場等では、ボイスロイド版の方がいいという声もあるようでした。おそらく、他のキャラとの声の釣り合い問題や、聞き慣れた声というのもあるかもしれません。ここは、好みに合わせて選んでいただくのがいいと思います。ちょっと私も賛成しますね。あら、ずんこさん。ボイスロイドとボイスピークでは機能の差分があることをちゃんと伝えれてないですよね。というわけで、どんな機能の違いがあるか、ざっくり説明しますね。これがボイスロイド版です。見ての通り、ぶっちゃけ何もないです。ボイスロイド2のキャラにある感情設定等は一切ありません。なので、和速と高さと抑揚のみで声を作ることになります。あ、アクセントやイントネーション設定は通常通りあるので安心してください。続いてボイスピーク版です。こちらは速さやピッチ等の通常設定の他に、悲しみ、驚き、決め台詞、実況、ふんわりの感情表現にも対応しています。ちょっと実演してみましょう。悲しみを 100% にしてみました。ずんだ餅を食べれないなんて辛すぎます。驚きを 100% にしてみました。まさか賞味期限が昭和のずんだ餅がタンスに入ってるなんてびっくりです。決め台詞を 100% にしてみました。これが最終兵器、ずんだアロー。実況を 100% にしてみました。ここでずんだもんが追い上げる。早い。
早いぞズンダモン、ゴールはもう目前です。ふんわりを 100% にしてみました。ふわふわすぎてふわちゃんになっちゃいそうです。いかがだったでしょうか。これがボイスピーク版の大まかな機能です。この他にも東北ずんこを購入すると非売品のずんだもんとフリモ麺がついてきます。フリモ麺については単体価格がダウンロード販売で6800円となっているのでかなりお得ですね。そんなところで機能の大まかな違いは以上だよ。ずんこさんありがとうございました。機能の違いなどもざっくりと視聴者様に伝わったかと思います。それより迷ってたウプ主がなんで2つ持ってるのか聞きたいんやけど。ああそれはですね、この後めっちゃ個人的な意見を言いますけど、製品の悪口を言ってるわけではないのでご承知おきください。実は最初にボイスピーク版のずんこさんを購入したんですけど、ボエロ劇場とか実況で聞き慣れた声じゃなかったので、慌ててその日のうちにボイスロイド版のズンコさんを購入した感じです。えらい無駄遣いやね。と言っても今後使う場面も出てくると思うので勉強代ですね。なのでこの動画を見てくださってる皆様はしっかり吟味をした上で購入することをお勧めします。長くなりましたが東北ズンコさんの声聞き比べ動画でした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また何かの動画でお会いしましょう。バイバイ。